どうもこんにちは、ナッツの飼い主です。今日はナッツと二人っきりのキャンプです。卵ゲットだぜ。ピカチュウ色のハスラちゃんでキャンプ場に到着しました。いつもの青のキャンプ場。この日は平日で結構空いてました。あと青根キャンプ場の隣には歩いて行けるところに温泉があるので後から行ってみたいと思います。そしてここにねピザ窯があります。ピザ窯と、嫁に内緒で買った一人用テント。突然ですがここで問題です。ナッツの飼い主は連休の初日にパチンコで3万円勝ちました。そこに偶然友人からワックのテントがセールで安くなっているよとラインが来ました。ご機嫌な飼い主は迷うことなくワンクリックで1万円引きの1万9800円でテントを購入しました。勝ち癖がついていると思った飼い主は翌日もパチンコに行き4万円負けました。飼い主が規制を発しながら走って帰宅すると置き配でテントが届いていました。この時飼い主はいくらでテントを購入したことになるのでしょうか。俺のサイト。計算したら負け。ナッツさんの伝説がありまして、寝床寒さ対策バッチリでございます。ナッツさんです。温泉に入ります。露天風呂サウナ付きで言うことなしです。最高なのでサウナあるあるを言いたいと思います。欠けてある時計の見方よくわからん。そうか、イチゴの炭酸割りが好きなんだな。うま太郎。そうか、イチゴの炭酸割りが好きなんだな。
8分だ。食べよう。ナッツとちょっとまったりした後、帰ります。キャンプあるある。この片付けしてる時、何一つ楽しくない。この青根キャンプ場はゴミを捨てれるので、かなりポイント高しです。Thank you.